スルガビザデビットカードスルガビザデビットカードは、スルガ銀行が発行するビザブランドのデビットカードである。スルガビザデビットも使える、自動発売機の霊銀行業界でも早い方に、属する2006年参入、しばらくしてから対象者を日本全国に拡大。現在も運用されている日本居住者向けとしては、老舗のビザデビットである。 カードの表面にエンボスがないカードであり、このためエンボスを利用して伝票に利用カード情報を記録するインプリンタでの利用ができない。IC 対応信用紹介端末で処理する場合は、ビザデビット用の暗証番号を打検する場合もある。年会費は一切無料。申し込み書類の郵送代も銀行持ちである。通常のクレジットカードと同様に有効期限ごとに更新される。 J デビットはオンラインデビットだが、このカードは一般のクレジットカード同様にサインでの認証を行うオフラインデビットである。ビザの場合、オンラインデビットをビザエレクトロン、オフラインデビットをビザデビットと呼ぶ。規定上は中学生を除く15歳以上であれば申し込み自体は可能。未成年であっても親権者の承諾は不要である。IC カードへの切り替えを除き、 カードの再発行には、インターネット専用支店は、ビザカードデスクへの電話連絡のみ、そうでない場合は、ビザカードデスクへの電話申し込または、本支店窓口での手続きとなる。また一部のインターネット専用支店では、該当するインターネット専用支店へ、電話連絡し書類を記入、夏印した後に返送する。再発行手数料は該当預金口座から、 払い戻し請求書なしで自動振り返される。本カードの入会に際しては、駿河銀行自身による独自の審査が行われる。規定にも、駿河独自の審査により発行を拒否できると明記されている。審査を通過した者には、銀行口座が開設され、キャッシュカード兼用デビットカードが発行される。あくまで、駿河銀行独自の審査であるため、 他社のクレジットカードや各種ローン等の審査に通る人でもこのカードについては発行が拒否される場合もあるし信用情報に移動情報が掲載されていてもカードが発行される場合もある。スルガ銀行が発行するビザプラチナカード、スルガビザインフィニットカードとは別物である。2012年9月24日、ビザ認証サービスを開始した日本発行のビザデビットでは 楽天銀行、デビットカードに次いで2例目である。一般の実店舗及び一部のインターネット支店での取扱いは以下の通りである。ドリームダイレクト支店、D バンク支店、ANA 支店、リクルート支店、T ポイント支店等一部のインターネット支店限定で申し込み可能。ANA 支店での発行分はキャッシュカード一体型ではなく分離型で発行されるため、 キャッシュカードとしての利用はできなかったが、2015年1月13日、受付分より一体型の発行に変更された。現在は D バンク視点での申し込みの場合、必要書類を A4 サイズの用紙に出力したもので、ないと申し込みできなくなったが、他のインターネット専用視点については、申し込み書の郵送依頼もできる。本人確認資料については、以下の資料提出が求められる。 第三者による取得ができない公的書類により申し込み者が本人であることを確認できるもののコピー実際に記載住所に居住していることを確認できる公共料金の領収書もしくは請求書等の原本またはコピー特典の負荷があり視点により内容が異なる2007年2月15日発行部により IC カードとなるこのカードは 該当口座の IC キャッシュカードとして利用することにもなる。2007年11月29日から指による生体認証にも対応したカードの発行を開始した。生体認証付け IC キャッシュカードは利用可能な範囲が限定されており、他の金融機関で生体認証ができる金融機関でのみ利用可能で生体認証不可 ATM では入出金。 および残高紹介含め一切できない。発行当初から採用してきた磁気ストライプ型ビザ、デビットカードは2007年10月頃から IC チップ付けビザデビットカードに強制切り替えする様になった。インターネット専用支店の場合、ビザカードデスクへ電話で切り替え依頼書を請求し、カードの磁気ストライプにハサミを入れ、依頼書に重布し、必要事項を記入。 預金口座届けで印を夏印し返送すると2週間から3週間程度で新ビザデビットカードを送付してくる。手続き放棄の場合2008年1月頃までに IC 付けのカードへ強制的に切り替えされたインターネット専用支店での申し込みの際に4桁の暗証番号を一つ登録するが実際にはビザデビット利用時とキャッシュカード利用時の2種類の暗証番号が 同じ数字で設定される形となる。暗証番号の変更において、キャッシュカード部分は ATM やインターネットバンキングで即時変更可能だが、ビザデビット部分の暗証番号変更の場合、カードを再発行する扱いとなり、1枚のカードにつき税込1080円の手数料がかかる。かつて、ビザデビット部分の暗証番号変更において、磁気カードのみの時代には、 ビザカードデスクの自動音声で変更可能だったが IC 導入以降はすべてのカードが再発行の対象となり上記の手数料が発生する。自分の不注意でカードの実機不良も1枚のカードにつき税込1080円の手数料が必要。手数料の振り替えができない場合収納したものは除くカード再発行を受けることができなくなる。 通常のビザクレジットカードと同様に利用可能。一部のオンラインショッピングサイトの中には、二重引き落とし、等のトラブルを避けるために、ビザデビットの利用を不可とするサイトもある。ただし、使用できないと表示されていても、実際には使用可能な場合もある。また、デポジットを徴収するケースの場合、 スルガ銀行では、デポジットの発生する取引があった場合、速やかな返金処理を求める利用者には、ビザカードデスク内市は、日本デスクへの申し出を求めているが、申し出がなかった場合でも、返金は行われる。ビザのマークがある加盟店でカードを利用すると、登録した E メールアドレスにカードを利用した旨の取引完了メールが届く、取り扱いが成立しなかった場合にも必ず、 メール送信される。1回の取引金額が税込み100円以下の場合、即時決済古期でなく後日、振替古期となる。一部店舗や売り場では決済データが遅延となり、実際に決済されるまでに2週間程度かかる場合がある。日本国外での利用の場合、2011年3月31日まで、為替レートがビザインターナショナル設定のレートに、 通常のクレジットカード利用時のレートと、ほぼ同水準の1.63%のコストを加算したものが適用され、同年4月1日から3.00%に変更となる。通常のビザクレジットカードと違い、スルガビザデビットカードでは利用できない商品、取引が存在する。ただし、2011年3月11日より、携帯電話会社、プロバイダスタヤ、 ヤフージャパンなどの月額利用料金の新規決済の登録が停止されていたが2014年7月1日より再開された。月額利用料金支払いで利用できないものとして高速道路利用料金支払いなど以下のものが残っている。ビザデビット以外の従来のクレジットカードで IC チップ読み取りで決済取引する場合、クレジットカード用暗証番号の入力をスキップしても 決済可能だが、スルガビザデビットカードでは、ピン入力をスキップした場合に、システムで取引を承認しない仕様になっている。そのため、信用紹介端末が、利用者から離れた場所に設置されていて利用者による暗証番号入力が困難な場合、あるいは常習的にピンスキップを行う加盟店の場合、取引が承認されないことから受け入れを拒否される場合がある。その場合、 IC 部分での処理ではなく、磁気部分でのカードスキャンをすると決済可能。一部の加盟店や売り場では、口座の残高を超えて取引が成立する場合があり、その際は、一旦、駿河銀行が建て替えて支払いを行い、後で利用客が口座に建て替え分を入金して完了となる。これは、決済にクレジットカードのインフラストラクチャーを使っているため生じる事例である。 入金されない場合、クレジットカードの支払い遅延と同様に、支払い特促、再建回収が行われる。その他、イレギュラーなケースとしては、利用する事業者の売上の締め日が厳格である場合、何週間か経ってからの引き落としとなる。一例として、NHK オンデマンドでは、末日締めの後、実際に引き落としがかかるのは、次月の中旬以降である。以下のカードは、毎支店が、 預金店になるものである。2016年12月19日以降の申し込みは D バンク支店が講座店となる。このため、毎支店での受付は、同年10月31日をもって受付が終了されている。2007年3月20日より HIS との提携カード、ワールドキャビットを発行する。当初、付加特典らしいものを提供していなかったが、現在は、 HIS との提携クレジットカード利用者に付加される特典をワールドキャビット利用者でも利用できるようになった。2007年6月15日より近畿日本ツーリストとの提携カード KNT トラベルキャッシュを発行開始。こちらは発行開始日から店頭での申し込みも可能となる。2008年4月10日より小学生を除く12歳以上ならば家族カードを持てる。 ファミリーパックサービスを開始したデベット2008年4月8日よりウェブマネーとの提携カードデベットを発行していたが2009年2月25日をもってデベット決済サービスの終了に伴い発行を終了したありがとうございます